毎度ご視聴ありがとうございます。なんちゃってギター弾き大工マンです。さて、今回は吉田拓郎、夏休みの弾き方を解説します。左手で押さえるコードや右手の動きがよくわからない方は、基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。講座では、歌いやすいキー、押さえやすいコードを最優先。そこで今回は、2フレットにカポタスト。Aマイナーを軸に進めてまいります。では始めましょう。まずコードチェックから。今回使うコードは全部で5種類、アルファベット順に見ていきましょう。 Aマイナーは中指、薬指、人差し指を図の通り押さえて、5弦の響きがベース音、和音の要となります。5弦から弾き下ろしてみましょう。次はおなじみ C コード。こちらも5弦がベース音、5弦を中心に響かせましょう。D マイナーは3本の指で1弦、2弦、3弦へ V の字を作るような形。4弦がベース音、4弦から響かせましょう。E マイナーは指2本で押さえるシンプルな形。こちらは6弦がベース音、6弦から響かせます。薬指を離して人差し指を3弦1フレットへ。これで E7、 同じく6弦から。コードチェックができたら、次は右手の振り、ストロークです。今回はピックを使ってジャガジャガ弾きをします。では図の説明から。ハートマークが4つ。これは4拍の間に1拍目で弾き下ろしと弾き上げを素早く1往復させてジャガ。同じ調子で2拍目から4拍目まで繰り返すと、ジャガ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 、これが基本のリズムになります。一見簡単そうに思えるジャガジャガですが、実際に弾いてみると思いのほかリズムに乗り切れず苦戦する方が多いようです。でもこれからご紹介するコツさえつかんでしまえば、どなたでも素晴らしい演奏ができます。リズムよく弾けない原因の一つに右手の振り幅があります。右手をしっかり動かそうとすると、無意識に振り幅を大きく取ってしまい、リズムに遅れたり、リズムに乗り切れなかったり、何か締まりのない演奏になってしまいます。図をご覧ください。まっすぐ張られた6本の弦に対して、慣れない方は同じようにまっすぐ全ての弦を引き下ろすという意識が働いてしまいます。しかし人間の腕はもともと肘を曲げての上下運動は苦手な作りになっていて、無理に上下させてみると何かロボットの手が動いているようでギクシャクした違和感があります。さらに6弦全てを弾こうとして振り幅を大きくするとリズムに乗るゆとりもなくなってしまいます。ではここまでで、初心者の方が陥ってはならない2つの注意事項をまとめておきます。まず1つ目、右手をまっすぐ上下させてはいけない。2つ目、6本の弦を常に全て鳴らそうとしてはいけない。ではここから右手のストローク、ジャガジャガ弾きをリズムよく弾きこなせるようになるためのキーワードを2つ紹介します。まず1つ目のキーワードはマッチです。このお話は基本動画03でも詳しくご紹介していますが、皆さんマッチを擦る時の力加減をイメージしてください。あの時の手加減と力加減が今回のお話で役立ちます。ではネックを左手で掴んで弦の音を消してしまいましょう。ピックが新型のマッチだと思ってください。そして弦を張っている面がちょうどヤスリの部分、ここへマッチをこすりつけて着火させるというイメージ。
続いて2つ目のキーワードはかまぼこです。その形からイメージを膨らませてみます。実際のギターの6本弦はほぼ平らに張られていますが、これを頭の中で少し膨らませて、中央の弦ほど高くちょうどかまぼこの形に張られている姿を強くイメージしてみます。そしてこの盛り上がった中央部、3弦4弦あたりがマッチのヤスリ部分、一番こすりやすい部分だと思ってピックのマッチでこすってみます。その際、右手の動きが無意識のうちにやや弧を描くような感じで降りていくのを感じてください。この軌道が動かしやすい右手の振りになります。そしてもし右手のマッチが湿っていて火がつきにくいとしたら、こするというよりはガンと打ちつける感じ、この時の衝撃がギターの内部で重低音となって反響して、ちょうどドラムの音のようにかぶさって弦の音色に魂が宿ります。ここまでの解説をまとめてみます。かまぼこの中央部の盛り上がりを狙って湿ったマッチを打ちつけて着火させるイメージ、ピックの先端は緩やかな弧を描くように引き下ろされ、ほぼ同じライン上を軽く弦を引き上げながら戻ってきます。これが右手ストローク、ジャガジャガ弾きの手加減と力加減です。この振り加減、手加減、力加減が飲み込めると右手が軽やかに動き出して跳ねるようなリズム感のある音を出すことができるようになります。ではこのかまぼこマッチのイメージで右手ストロークの完成を目指しましょう。弦はかまぼこ型に盛り上がっています。ピック型のマッチを着火させてください。6弦すべてを弾く必要はありません。まず中央部の盛り上がったあたりが鳴っていれば大丈夫です。慣れてくればだんだん大きく鳴らせるようになります。左手で弦を押さえて音を消して、まずは軽く着火させてみましょう。右手の動きは手首を要に振り子のようにスイングしています。リズムに乗り切れない方は体を使ってリズムを取りましょう。肩から上、頭を小刻みに縦振りして、例えば首の後ろ、リズムボックスが動いているというイメージ。リズム取りを右手だけに任せるのではなくて、体を小刻みに動かして、上半身でもリズムを取りながら、ジャン弾きを続けます。さらに体の五感も総動員させます。右手で刻みながら小さく口ずさんでみます。ジャッカジャッカジャッカでもいいですし、ジャンツジャンツでもいいですし、ご自身のフィーリングに合った合いの手を口ずさみながら弾いてみます。その声が耳から入ってメトロノームの役割を果たしてくれます。上半身の縦乗りもキープしながら、では Am のコードを押さえてジャガジャガ弾きしてみましょう。皆さんもご一緒にどうぞ。ストップがかかるまで4カウントで入ります。1、2、3